足の運動を行いたいと思います。ね、まずはタオルを右手で持ちます、ね、持ち替える動きを今度は膝の下ですね。膝の下で持ち替えながら、動かしていきます。まあ、少し余裕があるよって方は、なるべく低い位置、低い位置を通してあげてください。ね、では、10回数えます。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい。ね、今度は足を上げていきたいと思います。ね、片足で膝を上げる。で、この時に膝の下でタオルを持ち替えながら、ね、持ち替えながら動かします。余裕な方は膝をなるべく高く上げてあげてください。ね、同じようにタオルを右手で。では、10回数えます。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい。ね、今度は頑張って両膝を上げてみたい。ね、余裕のある方は両膝を今度上げたら、膝の裏で持ち替えてみてください。ね、余裕のある方はゆっくりと動かす。最初は難しいので、あまり無理はせずに行ってみてください。ね、では、10回数えます。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい。ね、今度はもう少し頑張ってみましょうかね。今度は足を上げたまま同じく動かしてみたいと思います。ね、これも無理はせずにやってみてくださいね。では、10回数えます。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、